細胞質膜を障害することにより殺菌的に作用する。グラム陰性菌に対して優れた抗菌作用を示し、緑膿菌感染症や細菌性赤離に対して有効。人毒性、神経毒性が強いが、多剤体性グラム陰性肝菌に対する最終手段として用いられる。点滴上中陽製剤が2015年3月に日本で承認された。 コリスチンは、1950年に、ライオン製薬の小林細菌研究所の小山康夫、黒沢明らによって、福島県、掛田町の土壌中の画法肝菌柱スポリミキサバリエーション、コリスタイナスが産生する物質から発見された。日本では1951年に硫酸塩が、医薬品として発売され、1960年には、 コリスチン誘導体ナトリウム塩のコリスチンメタンスルホン酸ナトリウムが発売された。また、米英、ワーナー・ランバートに輸出されるなど、米国をはじめ海外でも医薬品として発売され、使用された。コリスチンは1960年代から1970年代にかけて用いられたが、副作用の頻度が高いこと、他により安全性が高い抗菌薬が開発された。 ことなどにより、その後日本では使用されなくなった。2015年、多剤耐性を有する、グラム陰性菌に対する抗生物質として見直され、改めて気象疾病用医薬品として承認された。近年、コリスチンは、多剤耐性力脳菌などの、多剤耐性グラム陰性肝菌感染症に比較的、有効な貴重な治療薬の一つとして、欧米で見直されており、 日本でも2010年10月に厚生労働省の薬事食品衛生審議会が多剤体制菌への使用に限り許可する方針を固めるなど見直しが始まっている。2015年コリスチン体制を持つ細菌が発見された。知見で認められた副作用は人機能障害が21%で神経系障害が2%であった。 重大とされている副作用は、腎不全、人機能障害、呼吸休泊、無呼吸、疑膜性大腸炎である。ありがとうございます。